マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。最近更年期なので何をしてもなかなか痩せないって諦めたりしていませんか？そこでこの動画では40代50代の女性が美味しく食べながら綺麗に痩せる方法がわかるんです。もしあなたが更年期でも美味しく食べながら綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。更年期太りを解消する食べ物についてお話しします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ更年期になると太ってしまうんでしょうか、その理由と、2つ目、更年期太りを解消する食べ物について詳しくお話ししていきます。では1つ目の項目です。なぜ更年期になると太ってしまうんでしょうか。主な原因が2つあります。1つ目、腸内環境が乱れていくからなんですね。これはね、残念なんですけども、年を重ねるとなぜかですね、今までも同じようにね、運動したり食べるものも変えていないのにもかかわらず、悪玉菌がね増えていくっていう、この事実ですよね。悲しいですね、まあ、腸の老化現象ですよね、簡単に言うと。なので今まで通り食べたり運動したりしていても太っていく状態に自然と変わっていってしまってますよってことなんですね。ここが更年期に入るとどんどん太ってしまうポイントです。そして2つ目のポイントは、女性ホルモンが減少するから。これもね、もううんうんってお分かりだと思うんですけども、年齢を重ねるともうどんどんこの女性ホルモン減っていってます。でそもそもこの女性ホルモンがあるおかげで脂肪をどんどん燃やしてくれたりね、基礎代謝を上げてくれたり、また悪玉コレステロールをぐっと抑えてくれたり、めちゃくちゃ働いてくれていたこの女性ホルモンですよ、なくなっていくんですよね、エストロゲンです、なので今まで通り普段の生活をしているにもかかわらず年齢とともに太ってしまうっていうのはね、もうまさにこの2つの原因なんですよね。ではここから2つ目の項目です。更年期太りを解消してくれる救世主、食べ物についてお話ししますね。もうそれはズバリこちら、大豆製品です。もうこれを取れば大丈夫ですから、ご一緒に見ていきましょうね。具体的にどんなものが良いのかっていうのを後からお伝えします。まず大豆製品、全般に言えることなんですけれども、腸内環境が整います。これありがたいですね。先ほど項目1でお伝えしました、年齢をね重ねるだけで腸内環境が悪くなっていくという、なぜか悪玉菌が増えていくという、このね現実ですよ。そこにねビシッと力発揮してくれるのがこの大豆製品なんですよね。そうすると痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが元気になって、もう大好物、大豆製品、餌ですね、彼たちの、だから与えてあげてくださいね。そうすることでデブ菌から痩せ菌へとね、その比率をね上げることができるんですよね。そして次にイソフラボンが豊富、もうこれも納得ですよね。このイソフラボンがあるおかげで減少していく女性ホルモンのエストロゲンの代わりの働きをしてくれるものですよね。なので減っていくようであればね、外から補ってあげる、もうこれがすごく大事になってくるわけです。そしてまたね、腸内環境を整える食物繊維がとっても豊富です。食物繊維しっかりとりましょうね。これが不足するとね太ります。なぜかというと、お腹の大掃除もしてもらえなくなってしまうし、そもそも食欲がね収まらないんですよね。しっかりと食物繊維を摂ることで食欲を抑えることができます。でまたこの食欲を抑えるにつながるお話がここ、高タンパク質、これも大事です。人はですね、タンパク質がある程度しっかり摂れたら食欲が収まるんですよ。なので例えばね、お昼ご飯に忙しいからといってね、おにぎり1個とか菓子パン1個とか食べてしまうと、それタンパク質不足なんですよね。そうするとね、さっき食べたばっかり、気持ち的にはお腹いっぱいになったつもりなんですけども、体はね許してくれない、なんだってタンパク質が足りないって、もっと食べてって言って命令するので、またそこでちょっとね甘いものを食べてみるとか、タンパク質じゃないものを召し上がってしまうと、もう食べても食べても満足ができないわけです。なのでしっかりこのどうせ取るならこの大豆製品のタンパク質を借りますと、先ほど言ったね
条件がクリアできるわけですよね。でしかも大豆オリゴ糖があります。このオリゴ糖もすごくいいんですよ。腸内環境を、ね、整えてくれる働きがあります。でまたね、ここ最後大事、コレステロール値も下げてくれるのが大豆製品です。なのでもしあなたが最近ですね、健康診断を受けた、お医者様からね、いやーちょっとコレステロール値がこれは高いですねって言われた時は、大豆ですよ、これしっかり取っていきましょう。でこの大豆製品、素晴らしいこのダイエット効果ありますよね。でさらにね、付け加えです。ここトリプトファンがたくさん含まれています。でこのトリプトファン取ってくださいね、すっごく大事なんですよ。なぜかというとね、あのセロトニンと呼ばれる、別名幸せホルモンの材料になるのがこのトリプトファンなんですね。なので例えばこんなことないですか。普段はね、甘いものね結構我慢してきたって、よしよしって、体重もね1キロ減ったと思っていたのに、生理が来そう、生理前だ、なんでこんなに甘いものが食べたくなっちゃうのって思いません？でそこで食べる、なので生理が来るたびに太るっていうね、こういう方多いです。それはねこのセロトニンが分泌が減ってるからなんです。特に生理前は減りますが、しっかりとこのそもそもセロトニンの材料となるトリプトファンを取ってあげないと、この幸せホルモンができないわけです。でこの幸せホルモンが食欲を抑えてくれてるんですよ。じゃあ逆にこのホルモンがない方、暴走します、食欲が、もう食べても食べてもね、甘いものがとにかく欲しくなるっていうね、その負のスパイラルと入ってしまいますから、ぜひですね、更年期になった私たちはですね、しっかりと女性ホルモンの代わりをしてくれるもの、イコール大豆製品を摂ること、そしてその中に含まれているトリプトファンもね、しっかりここで摂っていきましょうということ。これすごいのが、このセロトニンができた夜ね、メラトニンという物質に変わります。でこれが睡眠のね質を良くしてくれるものですから、さらに腸活になります。なぜかというと、腸という臓器はですね、寝ている間に一番よく働くんです。そうすることで食べたものが消化吸収できて、代謝が上がって痩せるんですよ。なのでしっかりとこのトリプトファンを多く含んでいるこの大豆製品を召し上がってください。ではここから私が一押しの大豆製品をお伝えします。もう私が大好きな納豆です。でこの納豆は大豆製品プラスアルファ発酵食品なんですよね。もうこれがすごくね、もう一押しです。発酵している大豆製品食べれるなんて最高ですよ。なぜかというと、腸内細菌のね、痩せ菌たちの大好物がこの発酵食品だからなんです。なので私はおすすめなんですよね、うん、でしかも納豆はですね、納豆菌といって熱や胃酸にめちゃくちゃ強いんですよね。ですからいつまでもね、食べてもこうちゃんとお腹の中でこう生き続けてくれるっていうね、で腸に届くわけです。ですからぜひですね、納豆菌味方につけてくださいね。でまた脂肪燃焼ね、どんどんしてくれたりとか、もちろん先ほど大豆製品の痩せ効果をお伝えした通りなんですけれども、まあ、こういったね、血糖値の急上昇を抑えてくれたりとかね、これ太る元ですよ、血糖値の急上昇、これもグッと抑えてくれるのが納豆になります。で私は毎朝納豆いただいてます、うん、痩せるためにはね、朝が一番です。ただし美容にもちょっとね、効果出したいなっていう方は朝食べてもいいですし、夜、うん、夜に召し上がっていただくと美容効果の方が上がる食べ方になりますから、ぜひ食べ分けしてみてくださいね。ではここからね、他のおすすめの大豆製品をお伝えします。中にはね、先生納豆ね、いいの分かるけれども苦手なんですっていう方もね、やっぱりいらっしゃいますよね。なのでもう苦手なものはね、仕方がないと思うんです。その代わりになるもの、今からご紹介しますね。まず大豆製品でいろいろあります、まあ、パッとね思いつくのが豆腐とか油揚げとかね、パッと思い浮かぶと思うんですけれども、実はね、枝豆もそうです。熟す前の大豆なんですよ。でこれめちゃくちゃタンパク質が多いです。なのでぜひね、あ、枝豆だったらちょっとこうパクパクっとね食べれるかなって、手軽だと思いますし、お子様とかね、ご主人にも食べさせてあげてくださいね。そしてね、特にアルコール分解をしてくれる成分が強いので、お酒飲む方はね、ぜひ大豆製品といえども枝豆チョイスしてみてください。でまたね、黒大豆もそうです。で大豆との主な違いがアントシアニン、黒いのでアントシアニンが入ってるんですよね。
大豆と違って、このアントシアニンがね脂肪を燃やしてくれますから、ぜひどんどん脂肪を燃やしたいっていう方はね、この黒大豆も味方につけてくださいね。では次の項目はですね、ズボラさん必見ということで、もうね大豆製品いいの分かりますって、でもちょっとねお料理するのが時間がないとかね、めんどくさいとか、そういう方にはね飲んでくださいということで、こちら最後の大豆製品はですね、豆乳ときな粉を使ったきな粉ドリンクがおすすめになります。私はどうしてるかというと、この豆乳ちょっと注意です。必ず無調整豆乳にしてくださいね。味がついてたりとか遺伝子組みから良くない材料の、安いのはダメですよ。ちゃんとねできれば有機栽培で国産大豆でめちゃくちゃ美味しい無調整豆乳を選びましょう。で、だいたいコップ1杯1カップ 200ml の量に対して、このきな粉をですね、だいたい大さじ1から2杯溶いていただいてね、あとは電子レンジでチンです。ホットで飲んでください。これめちゃくちゃ美味しいですしね、痩せます。で、私はちょっとねデザート感覚でこう飲みたいなっていう時はね、この量に対して大さじ2分の1とか1とかちょっとね蜂蜜を入れて甘みをつけて飲んでます。で、この蜂蜜も無添加のものでお願いしますね。ということで、豆乳はねやっぱり手軽に大豆製品取りやすいですよね。ごくごくって飲んじゃえば OK ですから、わざわざ作る手間が省けますし、そこにプラス大豆製品の中でも一番食物繊維が多いのがねきな粉なんですよ。なのでぜひこのきな粉の食物繊維の力も借りてね、しっかりとデトックスしていただいて、この痩せ効果をアップさせていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか。この動画の話まとめのポイントは、なぜ更年期になると太ってしまうのか、その理由が分かりましたね。じゃあどうすればいいのかということで、一番のおすすめは大豆製品をしっかり食べることで、私の一押しは発酵している納豆でした。でもね、他のものでも大丈夫です。あなたが美味しいな、これなら続けれるなっていうものをね、一つでも二つでも取り組んでみてくださいね。さあ、この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。